ここでリーダーの動きを封じたところで、それが最優先。この二つが条件。そして私のことについて一切情報を漏らさぬこと。人質交換の前に言っておくことが。白野田がなぜ一人で来たのか、そのことに団長はそれを遵守しようとしている。今あなたと同じ理由でそこに立っているのよ。それに気づいているのでしょう。分かったわ。交渉成立ね。理不尽な交渉だと思わないか。場所を言え、白野田。二人を連れて戻るのは私だけよ。本気か。時間の無駄ね。私が吐かせる。本当に操られてるからって思ってんの？一歩でも動いたらその首へし折るぜ。もしもお前たちと約束を交わしたのなら。勝手なことごちゃごちゃ吹きやがって。もうやめろ。団長がすでに死んでて。俺たち全員がやられて蜘蛛が死ぬことだ。お前らどっちも団長に寄りすぎだぞ。いいじゃねえか、好きにさせて。それでいいよ。それで気が済むならね。壊すなよ。俺たちの動向を調べる術はなくなったぜ。ご自由に。あっちから人が来る。針なしで顔変えると 4,5 時間で元に戻っちゃう。そんなもったいないことしないけど。旅団員との会話。こんなもの必要ない。なるほど、団員じゃないなら話せるな。密かが団員ではないことにリーダーが気づき。どうやって抜け出したの？もう逃げていいよと。団員は半分になってるはずだったんだ。これで全てが解決したわけではない。にゃ。その代わりシャルマーク、フランク、お前やっぱりアズに操作されてる。フィンクス、全て込める。全て分かった。このまま下がらないといいのにね。もし本当に復讐だけ考えたなら、報復のために生まれた能力だと思うけどね。いい仲間を持った。俺たちもオークション会場に行くときは。でも確率は五分五分だよ。現実的でかつ堅実。オークション会場は B ホールだって。あっちだ。なんで奴らがここにいんのさ。知るかよ。鎖野郎をやるわけにもいかなくなったしな。こういう時便利だよな。憎悪や執着の対象へおのずと向かう。だから鎖野郎をやるわけには、ダメを除去できる者がいるってことはな。今日は純粋に競売を楽しみに来ただけだ。あんたたちなぜ逃げないの？なんでそうしないの？あいつの仲間なんでしょう。お前らに感謝してたぜ。今日は5キロくらい進んだかな。じゃ、元の場所に戻るわよ。次はモンスターカードをゲットするだわさ。戦いながら瞬時に考える力値で手段を考え、怪物を捕らえなさいな。それを限りなく反射へと近づける。第2段階終了。捕まえたー。みんなって余りある集中力と回復力。全て体の一部に集め攻撃する。避けてはいけない。もしコーデガードした箇所以外に攻撃がヒットすれば剣という。その状態をずっと維持するのが剣。剣まで解いてたら顔を潰れてたわよ。最初は今みたいにゆっくり打つけど、およそ2分ってとこだわね。ゴン、腕立て1000回。今日は攻撃力50、防御力50。甲以外のとこ疲れちゃったらどうすんの。このように行を使い、状況に応じておよそでいいからやってみて。今までのメニューに加えて行う。それと竜を使ってきちんと防御すること。右足、攻防力60。よーし、休憩。あ、最後は系統別の修行。変化系や放出系などもバランスよく鍛える。それじゃあ始めましょうか。おーす。一に今日の石で1000個の石を割れたらクリア。持ってる石の周りの攻防力を100にするだけなのに。あ、くそー。
失敗か。系統別の修行は1日1系統が原則。でも勝負つかなきゃつまんねえな。じゃんけんぽん、あいこでしょ。初期は局部破壊を狙うし。さすがバーバー。33枚の指定ポケットカードが集まった。ただセズゲラが率いる連中も。諸君、我々の勝利は目前だ。ここで皆さんに言っておかねばならないことがある。一体何を。まあまあ聞いてくれ。まあ冷静に聞いてくれ。リトルフラワーだ。ご覧の皆さんに仕掛けた爆弾が爆発すれば、まずどうやって爆弾を仕掛けたのかだが、ボマー捕まえたと言わねばならない。十分に気をつけて爆弾の解除を目指してくれ。作動したね、俺の能力。アダも仲間も一斉に集まるこの日を狙っていたわけだ。で、皆さん全員の爆弾を一斉解除する。誰でもいいが一人で来ること。ここから逃げられるとでも思っているのか。しまった、俺たちも追いかけよう。待て、俺たちがなぜ徒党を組んだのか忘れたのか。仮にここにいる全員が一斉にかかっていったところで奴と戦うか。カードを渡してくれ。意外だな。早速だが指輪をもらおうか。ために大天使の息吹のカードをくれと言っている。いかに冷静でイカれているか。ゲームの外ではプレイヤーを殺して指輪を奪っても。次はないぞ。いいな。じゃあ仕方ねえな。俺が戻らないと。俺が本体なら俺らは備品みたいなもんだ。俺は正規のルートでゆっくり戻るから。はじめからそうしろ、クズが。自らボマーであることを明かしたその半日前。あれは間違いなくグリードアイランドさ。それでは試合を再開します。レイザーからボールを取り返す秘策とは。いい感じだぜ。果たしてどちらが勝つか。キルアが支える。俺のパワーを奴らのセンスが上回った。にボールを捉えた精神力と集中力は勝算。ボールは遥か彼方へ飛んでいってしまったはず。もしもキルアの体のオーラが少なすぎれば、3人ともガイアへ吹き飛ばされていただろう。経験不足を補って余りある天才的なセンスによって合体前に倒す。確かに大した威力だが。もっと威力を。さっきのがマックスじゃなかったのか。ジン、喜べ。かといって逃げるわけにはいかん。これまでの戦いでそれはよく分かっている。正真正銘全てを絞り尽くしたんだろう。完璧に勝つだろう。ゴー、両方の性質を合わせ持つ。状態での補給は反則、アウトです。乾杯だな。約束通り勝ちは待ちよう。めちゃくちゃだろさ、両手とも。聞いてんの。ジンリアの男、俺の息子がいつかここへ来る。それじゃ頼んだぜレイザー。赤ちゃんを保持してください。赤ちゃんを保持してください。しがなかをしかときしはぼたにしのしのしたしはきょうだよ。あまりに早すぎる。バインダーで確認してみな。誰だお前。ゴンフリックスだ。そのカードを渡しに来るか。お前が今来い。フィンクスだ、見つけたぜ。持ってたとしてもそれはクローンの方だろう。能力も謎だしな。俺たちができる限り時間を稼ぐ。君たちしかいない。だがゴン、一時の感情で自分のみならず、他人から逃げ切れれば相当時間を稼げるだろう。いや、それも希望的観測だ。3人と同盟を組むメリットは少ない。奴らが求めている残り2枚のカード、取引など解釈してくれ。おかしいだろ、
さっきは1週間が限度って言ってたのに。いや、入手方法は知っている。この時間ではキルアの手の回復も足りないし、この条件ならゲンスルーを倒せる。アカンパニーオン、マサドラへ。やつのリトルフラワーを食らわないようになることが。果たして策は生まれるのか。ゴレーヌからの連絡を待つしかないな。理想は 0.01 秒以内。ゴレーヌだ、待たせたな。彼らは戻らない。どうしたの。でもカードデータは消えちゃうんでしょ。ゲーム外に出たのは10日前の3時5分だったな。長年かけて96種までカードを集めたんだぜ。3時10分実際の96種を抱えてるのは俺。約束のカードいつ取りに来る。一坪の海岸線も奴らからいただこう。体勢を整えてすぐそっちへ向かうはずだ。まさか今の話に気を取られて忘れてないでしょうね。いや、お孫さんですか。眠るように息を引き取った。拙い手作りの写真立てなどを喜んだ。いつ覚めるともわからない眠りについてグリードアイランドの噂を聞いたんだ。全財産を投げ打つ覚悟で。腕ずくの交渉になったらの話だがな。そんなにとんがるなよ。取引に来たんだ。手付けらにも了承してもらった。グッドアイディアだ。あの場所へは追い詰められてたどり着いた。ごちゃごちゃ言わずにカードをよこせ。あと3回。マサドラ？スペルカードを買われたら厄介だから見失うなよ。こっちもアカンパニーはもうない。やだね、絶対渡すもんか。あとは少しずつ奴らを引き離す。頼むよ二人とも。俺がボマーだと知っているの。たった一瞬の動きでバレた。俺の能力を知りながら生きている奴を。持ってるカードを全部相手に渡すって。そんな奴に死んでもカードは渡さない。俺の持ちカードは131枚。ナンバー2と75は持ってるな。まだまだ発展途上だがな。全てにおいて桁が違う。まだ答えを聞いてなかったな。能力は使わないってことだって言いたいところだけど。もし痛い目に遭いたいようだな。使ってこい、一泡吹かせてやれ。ガキが。トランスフォームで別のカードにしてたってことか。他の二人に助けを求めたら面倒でしょ。この野郎、うん、軽いね攻撃が。先に言われちゃったわね。相手殺しちゃうから。それほどの強さが。あんたもそう思うだろう、うん、だけどオーラの量ははるかに俺が劣る。拳の痛みが頭の芯まで響く。井筒寿司。うわっ、ヨーヨーだ。一体なんでできてやがる。やつは俺が特定の攻撃を仕掛けたとき。正気。あれ、ヨーヨー2個あるって言わなかった。自分で資格増やしてるようなもんだぜ、うん、おっさんが何か手に持って投げてくるの分かってたからね。3つ、冗談だろ。俺は勘違いしてたな。これは肉体でなく心を積む戦い。勝つためなら意地を捨て利を取る。悪魔のような男が本気を出した今。邪魔しに来たわけじゃないんだ。君らにしてみれば成功報酬の 5% だし。重大なヒントをくれる長老の名前は。来天使の息吹を入手するための条件とは。オッケー。支配者の正体、支配者の鑑定、最高得点者を発表いたします。ゴン選手です。支配者からの招待。悪いがこれは強制だ。だってリーメイロに飛んだら迎えに戻ってくる。おお、ビンゴ。あのベラム兄弟があっという間だったぜ。あの少年二人は格段に強くなった。ゲームの成功報酬はお前たちにくれてやる。序念で大儲けだ。うわっ、汚な。どこに座れば。あれ、どこやった。この町には1万人の人間がいる。ここにジンがいるなんて考えてもいないもん。これだ。
開けてみな。同じ番号のカードを複数入れることはできない。とお前専用。どっちのエンディングがいい？俺一人でクリアしたわけじゃないから。ゴン君用のエンディングなんて存在しません。ま、分かってると思うが。全員のファーストネームの頭文字を取ってつけました。彼が R で、僕が L です。で、次は D なんだが、ひでえやつだぞ。ひでえやつ。そうだよな、ジンの息子だもんな。長年の連れでさえみんな D だと思ってやがった。 DWUN で、法的にも完全に名前を変えさせちゃったんだよね。まあなあ、その日以来大体。いろいろお父さんのことも聞いたんでしょ。考え中。え、ちょっとなんでそれなのよ。でもこれ一枚じゃダメだな。ビスケはいいんだな。ブループラネットで。ゲームクリア、おめでとうございます。ブループラネット84。ありがとう。ちょっと早く早くバインダー出してみてよ。夢にまで見たブループラネット。あーゲインよし、できた。オッケー。にしてもよく実行する気になったもんだわね。つまり俺がゲーム内で最初に会ったのは G-I-N-G。 ジンはきっと俺にこう言いたかったんだ。大したもんだわさ、その執念。バカ、よせよ。はずいだろ。ほんとやんだるわ。年だわね。こぶつきの男に興味ないんでね。それじゃあビスケ、元気でね。あ、アカンパニーオン。ニック、バイバイ。果たしてジンなのか。希望のようなものでございます。ミテネ連邦にやってきたカイトたち一行は、自然のままの生活がいいと思ってる。10組も。ああ、さすがにベテランは抜け目がない。あいつらが聞いたというあの無線機からの声、まだ学会にも報告されていない動植物物だと確認できたなら、それはそれで OK。 南西方面 MA18 地区に。まだそんな村が残ってたんだ。なんだよペギー、俺じゃねえのかよ。生きのいい若い人間がいなきゃな。決められた数の人間をきっちり捉えてくればよい。私は私で勝手にやる。仕事はうまくいくって言うぜ。自己主張が強くなったのは問題だな。メレオロンとユンジュが姿を見せておらん。ユンジュがいないのは俺のせいじゃないからな。ほら、やっぱり怒る。あいつも勝手に言ったんだぜ。銃とかいう武器を持ってさ。もっと私たちを楽しませてちょうだい。わかってる。業務として主に情報交換に使用します。持ち込みも固くお断りしております。この場で摘出不可能な方は。お前たちは最寄りの町で待機しててくれ。身体検査と質疑応答の後、以前体内に部品を埋めてパソコンを運ばせようとした方もいらっしゃいましたね。抗議するような人はこの国にはいませんよ。君の言ってることが本当だとしての話だけどな。監視だろ、あの二人。信じまっても責任取れないからな。わからないね。質問にはちゃんと答えろって。身の程ってものを知らねえ。うまくスマートに捕獲できるのによ。あんまり調子に乗るんじゃねえぜ。救えねえ。うるせえ。獲物は厳選しろ。何度も言わせるな。まったく。NGL には銃を持ち込めないはず。とても人間技とは思えない。メンバーではとても太刀打ちできないだろう。頼む、ポンズ。わかったわ。
がおりますわ。どうする、ザイカール。不運急を告げる NGL。